皆さんこんにちは。 4 Users SEO コンサルタントの井端です。本日は中古ドメインについて解説したいなと思います。 SEO 対策するにおいて中古ドメインを買ってそこにワードプレスとか CMS を載せてブログ記事を投下して SEO 対策をするっていう方は非常に多いと思います。アフリエイターもそうですし、企業もそういうことをやってる方も非常に多いです。私の立場からは全くおすすめはしません。中古ドメインを買うことも、中古ドメインからリンクをもらうことも、あるいは中古ドメインじゃなくても非リンク対策をすることも、 SEO 業者にお金を払って非リンクをもらうことも全く推奨しておりませんが、まあただちょっと中古ドメインを使ってって言ったことはすごく質問とかでも多いので、ちょっと今日は中古ドメインについてお話したいなと思います。まず中古ドメインがなんで SEO にいいと呼ばれてるのかっていう解説をしますね。じゃあちょっとパソコン使うので電源切って、照明切ってください。はい、こっち行った方がいいかな。これがあなたのサイトとかブログ、そして非リンクを得ることで Google のクローラーがやってきて、 Google のクローラーがこのサイトを認識してSEO が上がりやすくなるっていうのが非リンクの仕組みなんですね。じゃあ中古ドメインはっていうと実は同じです。これが中古ドメインだと思ってください。あなたが購入を検討している中古ドメイン、その中古ドメインにはすでに非リンクが貼られてます。これは非リンクをどうして貼られてることが分かるかっていうと、ツールを使えば分かるんですね。そのツールを使えば、この中古ドメインはたくさんリンクが貼られているっていったことが分かるんですね。だから皆さんは、このドメインは結構パワー強そうだとかって見て、なのでこの中古ドメインを買ってそこにサイトを入れると、この非リンクが貼られてるので Google のクローラーが、来やすくなって、そしてクローリングして、そして SEO 上位になりやすいっていうのが中古ドメインの仕組みなんですね。だけど私は全くおすすめしません。Google もいろんな対策してますよ。なのでやっぱ非リンクとかが通用しなくなってるっていうのは、何度も言わなくていいですよね。ただ最近また非リンクとかドメインブームが少し盛り上がってるんですよ。それはなぜかっていうと、やはりですね、最近EAT 重視とか企業サイト重視とかになってきたじゃないですか。要するにドメインが強い方が SEO 上位が上がりやすいっていった背景があるから、またですね、非リンクとか中古ドメインっていうのがちょっと人気出てきたんですね。でもこの前の動画でも言ったように、最新の SEO 対策するっていうのは実は SEO の順位を下げることにもなるんですね。それはなぜかっていうと、ちょっとお見せしますね。このおじさんはですね、僕も知らないですよ。ちょっと調べ物したら出てきたんですけど、実はこの方 Google の方です。多分知ってる人は知ってます。 Google のウェブマスターのジョン・ミュラー氏、要は Google の検索エンジンに関わってる人っていう感じでいいと思うんですけど、詳しくは分かんないです僕は。この Google の人はこんなことを言ってるんです。Google がアルゴリズムで独自にサイトの全てを理解できるようになる。そうすれば SEO 対策は、 SEO は必要なくなる。つまりですね、 SEO 対策だから、中古ドメインを買うとか非リンクを貼るとかって今一生懸命やって、たまたまね、今 Google のアルゴリズムがちょっとサイトのパワー重視ってことになってるので、今この瞬間は上がるかもしれないです。しかしね、SEO っていうのは中長期的施策だから、やっぱり一度上位にしたら、やっぱそういう順位とかアクセス数を保ってないといけないじゃないですか。 SEO 対策、非リンク対策とか、中古ドメインを買うと SEO の順位って瞬間的に上がっても下がってしまうんですね。だから費用対効果が悪いんですよ。私は SEO 対策だから、非リンクとか中古ドメインが良くないっていうのは、みんなが非リンクは Google に引っかかるから、そういうのはやめようねとか、あるいは僕がよく言うユーザーのことを考えると SEO 対策意味ないよね、やめましょうっていうこともあるんですけども、ここで強く言いたいのは費用対効果が悪いんです。わかります？中古ドメインとか非リンクを使うっていうのは費用対効果が良くないからやるべきではないんです。だから費用対効果が悪い。皆さんね、一生懸命サイトの順位を上げて、そしてそこで収益を得る、それは僕もやってます、否定しないです。僕も小銭を稼いでます。でもね、小銭を稼ぐんだったら商売の基本の価値を生み出して価値を提供するってことが商売の基本なんですよ。だから
このインターネットビジネスで情報のメディア SEO 対策で収益を得るっていうんだったら価値を生み出す、それはすでにある情報をまとめるっていうことも価値ですし、私しか知らないいい情報をウェブに提供するっていうのも価値の創出じゃないですか。そういった価値を創出することで Google はそういうコンテンツを見つけてくれて上位になって、そして読んだ人もハッピー、そして公開した人も役に立ってハッピー、そしてその結果収益をもらうんですから、だからそういった中古ドメインとか非リンクとかの対策はやめて、今すぐ僕と一緒にユーザーのためになるブログを書いて価値を創出して SEO 順位を上げて世の役に立って、その結果小銭を稼ぐっていう方を、一緒に小銭をそういうやり方で稼いでみませんか。今日は中古ドメインのお話をしました。こんな大げさな中古ドメインの解説してる人いないと思うんですけど、でもね、僕ね絶対中古ドメインとかやめた方がいいと思いますよ。時間の無駄、お金の無駄、費用対効果悪いっていうところになるので、まあもちろんね、テクニカルの SEO 詳しい人とかいて、そういう人はもうめちゃくちゃ詳しくて、今こうだから非リンク何本貼るとか詳しいかもしれないですけど、でもね、それやるんだったらね、ユーザーがどうやったら喜ぶかとか、結構アクセス多いと、まあ、収益を得れるっていうのもあるんですけれども、僕もこういうことだったんですよ、最近。お客さんと電話で話してて、この前こういうこと調べてたらすごいいい記事だ、作者誰だろうって思ったら井端さんだったんですよってことが本当にあったんですよ。めっちゃ嬉しかった。その時嬉しかったのは、そのお客さんがその記事を読んで満足したっていうことも嬉しかったんだけど、あ、そうやって僕の書いた記事、 SEO 上位の記事を見てそうやって喜んでる無数の人が日本全国にめっちゃいて、そして役に立ってたってことがその人の声を通じて分かったんですね。これが今の SEO 対策です。さあ、中古ドメイン非リンクをやめて僕と一緒にユーザーのための SEO 対策をやりましょう。はい、本日は中古ドメインの解説してねえじゃねえかって思われてもしょうがないですけど、今日は中古ドメインの解説をしました。僕のこのチャンネルではこういった SEO の話とかライティングの話とか実体験をもとに、僕 SEO 上位とかたくさん撮ってるんですけど、その実体験をもとに解説してるチャンネルです。登録してくれれば、毎週水曜日と、土曜日週2回ですね、9時からこういった面白い話、 SEO の役に立つ話が短い時間で聞けるので絶対役に立つと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。本日は中古ドメインの話でした。以上です。ありがとうございました。この度私、本を出版することになりました。図解 EC 担当者の基礎と実務が丸ごとわかる本、特に集客に強い本です。 SEO 対策、ブログ記事の書き方、 SNS 策などなど集客に強い本ですので、全国の書店、概要欄の Amazon の Kindle、楽天コボなどで発売しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。